次に中川雅治君。委員長。中川君。おはようございます。古谷大臣、頑張っていただきたいというふうに思います。まあ、東日本の大震災を受けて、まあ、これを基本的に、まあ、新しい国の形を作っていくということ、まあ、これが、それぞれ皆さんに課せられた大きな使命だと思いますし、まあ、そこによってまた日本の、国が新しいフェーズにこう、登っていくんだということ、まあ、そんなことをですね、しっかり思いながら私たちも議論に参加をさせていただきたいというふうに思っております。ちょっとこの法案あるいは防災の問題に入る前に、同じ、まあ、危機管理危機対応という観点から一つだけ確かめさせていただきたいと思うんですが、鳥インフルエンザなんですが、うん、まあ、中国で、患者が次々、出てきているということで、まあ、人から人への感染あるいはまたその病原性についてですね、まだ定かな結論が出てないんですけども、日本なりの、 その WHO だけじゃなくてですね、日本としてのですね、まあ、分析と考え方というのがやっぱりはっきりしていくということが国民にとっては一番大事なんだろうというふうに思っております。まあ、そういう観点から2つだけ聞きたいんですけども、1つはこの病原性の評価について、あるいはまたパンデミック化していくのかどうかということについて、まあ、政府としてあるいは新しい法案の中でこれ危機管理をしていく立場の中でですね、誰が責任を持ってこれ判断をしているのかということで、今、まあ、どういう状況でそれを国民に説明しているのかということ、これを一つと、それからもう一つは、まあ、その上に立ってワクチンを、まあ、できるだけ早くこれは準備をしていかなきゃいけないということだと思うんですけども、まあ、そこについての議論というのが今どこまで具体的に誰がしているのかということ、まあ、ここの二つだけ確かめておきたいと思います。川田田川内閣審議官。中国で発生している鳥インフルエンザに関するお尋ねでございます。先生には特措法の制定にあたりご指導を賜っておりますが、現在中国で発生しております鳥インフルエンザ、これについては現時点では人から人への持続的な感染は確認されておりません。しかしながら先般国立感染症研究所が発表したリスク評価ではパンデミックを起こす可能性は否定できないということであり、WHO とも緊密な連携を図りつつ情報収集に努めているところでございますが、特に新型インフルエンザ等感染症になるかどうか、具体的には持続的な人々感染が起きているかどうか、そうした判断は感染症法上厚労大臣が行うこととなっておりまして、それを新型インフルエンザ等対策特別措置法におきましては受けまして、厚労大臣が総理大臣に報告することとなっております。この判断は専門的な判断になります。このためそれを支える枠組みをどうしていくのか、そこがまた一つ重要になってくるのかというふうに考えております。判断に際しましては、まあ、当然ながら WHO 等の海外の情報や、あるいは昨年8月から設置しております尾身茂先生を会長とした会長としまして、医学公衆衛生の専門家からなる基本的対処方針と諮問委員会の委員による専門的評価を踏まえることとなりますが、この中国で発生している鳥インフルエンザに関しましても5月2日の有識者会議においても議論をいたしましたが、特にこの鳥インフルエンザに関しましてのリスクアセスメント
につきまして、5月2日に、この基本的対処方針等諮問委員会の委員を中心として、その情報共有を図るために会議を開きました。そしてそうした状況につきましては、この内閣官房のホームページ等におきまして日々の動きをまた情報提供しておりますし、またさまざまな国立感染症研究所におけるリスクアセスメント等々、あるいは厚生労働省における情報、そうしたものもホームページで公表しているところでございます。またワクチンに関して、これも関心が、国民の関心が高いところでございます。万一人から人の感染が確認された場合、これはワクチンという形の製造に取り掛かるわけでございますが、すでに万一の場合に備えまして、厚生労働省の国立感染症研究所におきまして4月にウイルス株を入手し、そしてそれをもとにワクチン株の開発を現在万一の事態に備えて進めているところでございます。中川君。これいつも我々の課題になるんですけども、専門家がですね、責任を持ってまず判断をするということがあって、でそれを受けて政治が後の体制を作るということ、まあ、これが危機対応の、まあ、いわゆる初動というか一番最初のことだと思うんですね。でその時に今のような説明ではですね、どこまでいわゆる切迫性があるのかというのが国民にとってもはっきりしないんですね。で発動するかしないか、いわゆる法律を発動するかしないかというのは政治が判断するんですが、その前段のレベルでですね、なんとかそのアラートのレベルでね、アラート1、アラート2、アラート3とかって、そういう形のものを基準化して作ってですね、で、まあ、国民に今はこのレベルで警戒体制を国としては考えているんだというのは、まあ、そういう工夫をしていくということ、これはこの鳥インフルエンザだけではなくて、まあ、さまざまなレベルでのですね、危機管理に考えられることだと思うんですが、そういう観点から一つ取り組んでいただくことができないかということ、これを改めて要望をしておきたいというふうに思っております。まあ、同時にそれこそ誰が責任を持ってやるかということ、これについてははっきりとその責任を持っていただく本人も自覚をしていただいてですね、で判断をしていただくというのは、まあ、そんなシステムの運用といいますか、そのことも合わせてお願いをしておきたいというふうに思います。それでは防災の関係の質問に入っていきたいというふうに思うんですが、ちょっと時系列的にですね、その震災というか防災災害が起こるその前の段階、それから起こった直後の段階、それからあとそれを避難所等々含めて、被害者、被災者をどう救済をしていくかということ、それからあとは復興フェーズといいますか、そういう時系列的にちょっと質問をさせていただきたいというふうに思います。まず最初、災害が起こる前の話なんですが、これはさっきの鳥インフルエンザの議論ともちょっと重なってるんですけども、今専門家がですね、火山だとかあるいは地震に対してさまざまに見解を、まあ、発表しているわけですね。例えば富士山の噴火がもうすぐあるんじゃないかとか、首都直下4年以内に首都直下があるとかっていうような、まあ、発表をした専門家もおります。で、まあ、こういうおそらく専門家のそれぞれの知見の中で、まあ自分なりの発表をしていくということなんですが、そうした状況を捉えて国としてはですね、これをどのように整理をしていくということなのか、それからもう一つは最終的には
私は地震もですね、火山と同じように、予知の世界があっていいんだというふうに思うんですね。で、まあ、いわゆる東海沖地震についてはその予知というのが前提にあって、それで法律の枠組みが作られているということですから、まあ、やろうと思えばできるんだと、まあ、いうことを、まあ、私たちは思いたいわけです。ところが今その話を専門家に持っていくと、いや地震というのはやっぱり予知できないんだと。そう、彼は何やってるかというと、地震が起こってからそのメカニズムはどうだったんだというの後付けの説明をして、まあ、それが一つの学問領域だと、こういう話になっているわけです。で、ここのところを、まあ、私たちといわゆる政治分野、私たちとしてですね、専門家に何をしてくれということをはっきり言わなきゃいけないんだと思うんですよ。予知をしてくれというのか、後の説明してくれというのか、これは大いに違うわけでありまして、まあ、そのための、まあ、審査会なり、あるいは予知の委員会なりだというふうに思うんです。で、質問なんですが、今どういう体系でそういう専門家 そのグループ化をしているかということを一遍整理して説明をしてもらいたいのと、それからこの予知という問題について、これ大臣、専門家に対してですね、やっぱりやってくれよと、予知をそれに取り組んでくれよということをはっきり意思表示をすべきだと思うんですが、まあ、ここのところについてどう考えてられるか質問をしたいと思います。はい、ね、亀岡内閣府大臣政務官。まさに今委員の言われたようにですね、実際一番大事なのはですね、予知ということができれば一番いいわけですけれども、その予知をするためにもですね、経験談をしっかりと踏まえた中でですね、各専門家の知識を生かせるということが一番大事だと思います。で、文部科学省なんかではですね、地震調査研究推進本部において学術的な観点から地震に関する調査結果の収集管理分析を行い、地震の発生する確率を示す長期評価等を行っております。で、そういうものをしっかり活かせるように内閣府ではですね、このような学術的な知見などを活用しつつ、南海トラフの巨大地震モデル検討会やですね、首都直下地震モデル検討会等において地震像の設定や被害想定等を行いまして、地震対策大綱や地震防衛戦略等の具体的な防災対策に生かすということを今やっております。またですね、気象庁では先ほどお話にありました地震防災対策強化地域判定会というもので、しっかりと協議をしていただきながらですね、東海地震にかかる地震予知に関する評価を今行っており、これを踏まえ地震予知情報に発することとしている、火山噴火予知連絡会において火山現象についての総合評価も行っておりますので、これを踏まえ噴火警報等を発することとしております。このようにですね、各省庁が各役割分担をしながら、しっかりと内閣府がですね、その有識者の科学的知見を踏まえつつ、しっかりとですね、対策に取り組んで活用しているところであります。古谷担当大臣。中川議員におかれましては元、防災担当大臣として大変クオリティの高いお仕事をされたって、しっかり引き継いでおります。私はそのいい意味での、精神というのをしっかり引き継いで、これからも防災担当大臣として頑張っていきたいと思っております。その上で、まあ、地震予知ということですね、もっと積極的に取り組むべきじゃないか。でも実際は、まあ、予知って必ず当たるわけじゃないですよね。外れる時がある。ではそしたら結果としてどういう責任があるんだというような趣旨の多分、ご質問だと思いますけど、まあ、まずその今ご指摘になった東海地震ですね、予知、これについては大規模地震対策特別措置法及び気象業務法がございましてね、これで、地震防災対策強化地域判定会の評価を踏まえて地震の恐れがある旨の地震予知情報を内閣総理大臣にまず報告をして、そしてこれを受け内閣総理大臣は閣議にかけて地震災害に関する警戒、宣言を発するという、まあ、ルールにはなっておりますので、まあ、こういったルールがありますので、一応組織としては地震の予知とそれに基づく警戒についての責任体制は、まあ、取れてはいるのかなというふうに感じております。ただし、やはり地震の予知っていうのをもっともっと精度を上げていく
いうことは極めて大切だと思いますね。それによってやはり、被害軽減にも大きく、貢献をすることができるので、そのためにはですね、やはり観測管制体制を思いっきり強化をしていく、例えばこうチェックする、分布というかですね、そのメッシュが細ければ細かいほど精度が上がっていくということもあろうかと思いますし、そういった調査研究の推進にしっかり努めていく、そしてその余地がですね、本当に角度の高いものにしていくという作業が必要だと思いますので、そういった取り組みはしっかり私も、特例をして、取り組んでいきたいというふうに思っています。中川君。私も南海トラフであるとか、あるいは首都直下のですね、シミュレーションを、がなされて、で、それの発表をするときにですね、非常に困ったんです。いや、千年に一回、万年に一回起こるかもしれない、そういうレベルの話ですよと、片方やって、でもう片方、いや、しかしそれでも明日起こるかもしれないんだというふうな説明をしなければならなかったという、これ分からないんですよ、これね。だから予知というのも、そういうレベルで話をするんじゃなくてですね、さっき申し上げたように、どうもその地殻の変動が全体として起こってきていると、で、その中で以前とは違うような形で、回数にしてもそのレベルにしても地震がほぼ起こってきている。で、それを、一つのこうレベルでいけばですね、それこそさっき言ったようなアラート1、アラート2、アラート3、今これはアラート3ぐらいのレベルになっている可能性がある。で、その部分で各自治体なり、あるいは国民が準備をするとすれば、このレベルで準備をしてくださいよというような、そういう意味でのですね、予知というのは可能なんだと思うんですよ。工夫の入れ方によってということを、一つですね、考えていただければどうかというふうなこと、これが一つ。それからもう一つは、やっぱり専門家に対してはっきりこちらも意思表示しなきゃいけない。皆さんのやっておっていただく仕事、これは我々にとって役に立つのは余地なんですよということをですね、意識してもらって、それを見て工夫を重ねる、あるいは額面的な体系を作るということをはっきりさせるということ、地震の場合はそういうことがはっきりしているわけですが、地震じゃない、火山の場合は、ただ地震はそこまで行ってないということなんで、そこのところを指摘をしておきたいというふうに思います。で、次に発災時なんですが、これはよく言われる72時間対応だと思うんですね。で、ここについてですね、現場でよく指摘されたのは、まずは、自助で自分自身が自分の命を守っていくということから始まって、コミュニティの助け合い、それから自衛隊、警察、あるいは消防、これが入ってきて、救援救命活動をやるということ、そういう中で、実は現場のですね、自衛隊、警察、あるいは消防が、どこにニーズがあって、で、どういうそのいわゆる資源でもってそこへ見て配分するのかということですね、これを、うまくトリアージするといいますかね、そういう機能というのが必要なんだけれども、例えば、もう市町村の行政機関自体が、ダウンしてしまうという現状が、東日本ではあった。で、それに対して情報が錯綜してどこに集めていいのかわからないということがあった。で、そんな中で、とりあえずのところというんでみんなが、それぞれの対応したわけですけども、中には機能的に、うまくいったところもありますが、多くのところで、その作業が重なっていったり、あるいは行かなければいけないところを見て行くことができなかったり、時間的に遅れたりというような、そういうことがありましたねという、そういうことが、反省点として指摘をされています。これ、このトリアージという機能をですね、どの組織に持たせるのかということ、これを、はっきりさせておく必要があるんだろうと思うんですね。で、その観点から、
いやコーディネーターというかそのトリアージというか資源がどこにあるかということを事前に把握しておきながらその事前あの資源を一番必要なところへ向いて、分配あるいは、しっかりと入れ込んでやっていくということこれ、ですねでここについて、どういう整理をしていこうとされているのか今のままでいいと考えているのか、まあ、そこのところを一つ基本的な部分として、聞いていきたいというふうに思います。古谷担当大臣、いくつかの問題点指摘をいただきましてまずしっかりとですねその情報収集をまずしてですねやっぱ初動体制って非常に大切ですから、まあ、それを、実動部隊、まあ、警察とか、自衛隊とか消防とか海保とかあるんでしょう、まあ、こういったところとまず情報共有をしてですね対応していくということが大切ですね。から、その上でですね今どうやってどういうトリアージが必要なのかっていうことのご指摘だと思いますけど、やはり東日本の災害ではですね、現場の情報については、現地の対策本部から指定行政機関、都道府県、市町村、マスコミからその情報収集、入れましたですね。ただ、実際にはですね、沿岸部の市町村が通信が途絶えてしまったり、首長や職員が実際被災をして、当事者能力がなかったり、あるいは庁舎がもうそのものが被災をしてしまったり、あるいは被災状況の把握とかできなかった中でですね、まあ、最悪の場合、当初はそうした状況すら確認ができなかったということがあるんですね。ですから、あるいは、行政機能を、なくしてしまった市町村に積極的な情報収集を行えなかったというところがあると思うんですね。ですからこういった情報の集約については、災害対策本部において情報集約班を設置する等の体制は組んでいました。しかし現実には、緊急災害対策本部や各省庁においてはもう国民の方々からもう本当に膨大な情報が入ってきましたよね。それから一人の方が多くの機関に情報を発信をするあるいは暴動を寸前であるというようなことから偽りの情報、まあ、デマというんでしょうかね、こういったものも寄せられたことなどがありまして、角度を、推計できない情報というのは多方面から集中してしまったんですね。やっぱりこういった状況が東日本、災害にでは、実情としてありまして、結果として情報の収集、集約と分析が十分に行われたとは言えないと思っています。多くの課題を残したと、もう委員の指摘をおっしゃる通りですね、思っている。で、今回の改正ではですね、まあ、国が積極的に情報収集を行うということを規定をさせていただきました。で、また緊急災害対策本部においてですね、民間サイドが収集発信する情報も積極的に収集をして災害情報の評価分析体制の充実、そして強化運用面の改善に取り組んでいきたいというふうに思っております。で、その上でですね、やはり私は机上の訓練であるとかですね、情報の取捨選択のシミュレーション等々をですね、実際にやって、訓練していく必要があるというふうに、思っております。やはりそういうようなこともですね、しっかり配慮していかないといけないなと、こんな考えでおります。中川君。まあ、法律では国がやりますよということになっているけれども、実際これ運用するときにはですね、アドホクで作られた近代本部とかあるいは災害対策本部というのはこれはアドホクですから、また混乱するというのは目に見えているというふうに思うんです。だからこれやっぱりね、普段から軸を作っておくということで、国民にとっても何かあったらここへ見て連絡するんだということ、これをこのシステムを作るということだと思うんです。で、そんな中でじゃあ何が軸になっていくんだということになると、やっぱり私は例えば警察、消防、あるいは自衛隊という既存のそれぞれ根っこの生えている組織から言うとですね、この場合はやっぱり消防だろうというふうに思うんですね。で、ここを、一つ、トリアージの中心に持っていくことによってですね、
で今の機能相当消防自体も今の機能を相当危機管理に対してこう膨らまさないと今の業務だけでその完結したことを前提にして消防ということではないと思うんです。消防の今の持っている根っこをさらに膨らましてこの危機対応ができるようなあるいは普段からそういうその情報システムを構築するようなそんな形を前提にした話ですけども、そういう機能をぜひ消防ということの見直しの中にですね入れ込んで議論をすべきだというふうに思っています。でそれが今回の法律を具体的に運用するときの軸にしていくべきだというふうに思っておりまして、そのことを一つさらに詰めていただければありがたいというふうに思います。それから次にですね復興フェーズなんですが、どうしてこれ復興庁は入れなかったんですか。古谷担当大臣。復興庁の設置について制度化しておく必要があるんじゃないか、まあ、こういった趣旨のご質問だと思いますけど、まあ、阪神・淡路大震災や東日本大震災からの復興にあたっては、まあ、いずれも発災後の特別法の制定によって復興本部を設置をしていますね。東日本においては復興対策本部の設置後、復興庁設置法を制定し、上道庁が復興に関する業務を、まあ、継承しました。こういった経験を踏まえて、国の復興基本方針の案の作成などを行う復興対策本部を閣議決定により設置するなど、一般化できる基本的な枠組み、これについてはですね、今回の法律案について、法律案の中でですね、あらかじめ制度化をさせていただいたところであります。さらに、復興推進するにあたっては、東日本大震災における復興庁のように、より強力な権限を持った組織が実際必要なのか、そうではないのか、まあ、こういったことについては、その具体的に災害がですね、起きたときのその災害の規模とか被害等を踏まえて判断せざるを得ないところもあるんですね。ですからこれからこういったちょっと不確定要請がある中であらかじめすべて法制化をしていくということはなかなか難しいのかなと、まあ、そんな感じを持っております。中川君。はい。これはですね、東日本のときもここの部分がまあ、大議論になったということですね。で大きく言えば政治の分野から言えばその企画立案する部分が対策本部がやって、で実際にそれを実行していく、あるいは予算という形で、まとめていくのが復興庁と、まあ、いうことで、まあ、役割分担があるんだろうけども、復興庁を作るか作らないかというのがですね、まあ、大まかに言えば政治分野で考えたらこれはやっぱりやるべきだという形で進めてたんですが、やっぱり役人のその発想からいくとですね、これはダメでしょうという話になって、で今の東日本のような中途半端な形になっているということなんですね。これやっぱり障害が出てきていると思うんです。今の復興庁のあり方が中途半端であるだけに、だからここも大臣おそらくね、事務方が外したんだと思うんですよ、この部分も復興庁。だからそこのところはしっかりとこれからの課題としてですね、これ前提は大規模ですから、で大規模を処理していこうと思ったら今の東日本のような形で実行機関としての復興庁ということも大前提になるんだと思うんで、そこのところをちょっとまた見直していくということ、これちょっと答弁してください。古谷担当大臣。今回の改正でですね、やはりある程度の修正ちゃんと対応してるんですよ。で今委員のお気持ちは復興担当大臣だった頃からそういう、主張されたとよく承知しております。で事務方から聞いておりますので、だから事務方があえてそこを外したっていうのはちょっと正しくないと思いますので、ちょっとご理解とご訂正をいただきたいと思うんですが、やはり
あらかじめ本当にどんな災害が起こるかということを想定できませんので、あくまでも現場の状況に応じて速やかに対応していくということが大切なんですよ。で、今度の法制の下でですね、そういったことが可能でありますので、しっかりそれは速やかに、適切に現場の状況を見ながら判断をしていく、まあ、そういった際には、国会でもですね、速やかな審議をして、そして対処していく必要があると思いますので、その説にはぜひ中川委員におかれましても速やかなご協力をいただくように心からお願いを申し上げたいと思います。中川君、まあ、気づいてられるんだろうと思うんですけども、これ東日本の時に速やかでなかったんで、我々も速やかにやろうと思ったんだけども、やっぱり抵抗があって速やかでいかなかっただけに、これは普段からこういう法律の枠組みを作って、まあ、そんなところで時間を、費やしないように、システム作りをしていくということが大事だということ、まあ、これを、指摘をしておきたいと思います。ぜひ頑張ってください、ね。それから、次にですね、まあ、そういう形の中で、あと政治的に、一つ判断していかなきゃいけない課題についていくつか取り上げてやっていきたいと思います。一つはですね、日本版のフィーマなんですが、これ、ぜひこの際に作っていっていただくというその、スタートをしていただきたいと思います。これ今の基本法であるとか、あるいはその関連法案の、議論、これを改正するという形でやっていく限りはですね、今の枠組み、今のシステムの中でしか議論が、まあ、できていないわけでありますが、これを超えて、いわゆる日本版のフィーマを、まあ、作っていくということで、それはさっき申し上げたように現場でもやっぱりトリアージするため の、 その軸を作るということになりますが、これ国のレベルでもですね、同じことなんです。国のレベルでもニーズがどこにあって、でそのニーズを満たすため の、 資源というのがどこにあるか、でそれを一元的にコントロールできて、効率的な対応ができるということで、そのトリアージをする軸を作るということが国にも求められているんです。で、私のその思いから言うとですね、防災担当大臣が本来はそれをやるべきなんでしょうけども、これ手足が全然ないんです。もうお気づきだと思うんですけどね。で、各省庁経由で、それこそ閣下総要といいますか、非常に中途半端な状況になっているということ。それから一応そこへ向いて何かあれば、まあ、情報が集まることになっているんですが、一次情報はどこで集まっているかと、例えば気象庁であるとか、あるいは消防であるとか警察であるとかで、一次情報みんなそういう形なんですよ。だから本当は一次情報がこの中心部分へ向いて集まってくると、いわゆる大臣のところを見て集まってくると、まあ、いうふうな、そういう手足というか基軸がないと、これはなかなか、まあ、調整機能だけでですね、本来の、防災対応、危機対応ができないではないかという危惧を持ちました。これは私自身の思いなんですが、でそういうことから考えていくと、さっき申し上げたように、まあ、軸にするなら消防かなと。で消防とその今の防災、いわゆる内閣府の防災担当部局というのがですね、統合する形 で、 でそれに、まあ、今回研修制度を入れてもらいました。人を育てるということ、これ危機対応ができる専門家を育てるということ、これは地方自治体レベルでも大事な話なんで、その人たちも含めてですね、この中心部へ向いて人を集めることができているんです。これ予算化されて、できてきました。で、まあ、その辺を持ちながら、それこそ危機対応チームなんかのその組み立てというのはできるわけでありまして、まあ、そういうことから考えていくとですね、この、ただ調整機能をするような間接的な防災担当部局ではなくて、
直接の手足もって情報が直接の情報がその操作できるような、まあ、そういう形を含めたその日本版のフィーマットのような構想というのはですね、作れないんだろうか。これは、まあ、私がポストについてた時に一生懸命考えてたことなんですけども、どうですか、これ受け継いでくれませんか。これは担当大臣。日本版フィーマーを作るべしだというのは実は私も、大臣になる前自由民主党の中でもそういう議論はしてますね。おそらく御党でも、かなり議論はされてるんじゃないでしょうか。ただ現実にやはり、アメリカの統治システムと日本の統治システムは基本的に違うところが多々ありますので、まあ、そっくりそのシステムを、日本に持ってくるというのはいろいろ無理があるし、特に行革の観点からもですね、無理があるなというのはもうご理解をいただけると思うんです。ただ問題はやっぱりフィーマーでもですね、非常に、そういう意味で一元的に管理していいところたくさんありますので、やっぱりそういうところはしっかり参考にしながら今、日本のその危機管理体制の充実を図っていくということは、これは普段の見直しが必要だということはもう申し上げるまでもないことでありまして、そういう対応をさせていただきたいというふうに思っております。からもう一点、消防庁とですね、こう一体化したらどうかというようなお話、趣旨がありましたけれども、いや実は私先ほど務隊の時の質問にも答えて、私消防議員連盟の会長を今やっておりまして、やはり日本の消防というのは世界一なんですよね。それは全市町村に、消防団もありますし、そして自治体消防とかうまく連携をしていると。でそういう意味では私はこのシステムというのは世界にないいいシステムなので、やっぱりこういうものはしっかりと活用していくと。ですからむしろその組織をいじるということよりも、今しっかり稼働しているんだから、その稼働で不十分な部分を、いろいろ、補っていくということで、現在消防というのは市町村の自治の下で設置運営をされている、要するに地方分権という観点に従ってもそういう取り組みをしておりますので、私はこれをしっかり、見守りながらですね、なおかつ、さらに充実していくべきところはしっかり、改良していくというような考え方に基づいてやっていくのが、私は現場という視点から見ても、好ましいのかなと、こんな印象を持っています。中川君。事務方に答弁書かすとそうなるんですよ。で、まあ、私の思いはね、私の思いは、まあ、消防庁を、本当にさっきご指摘のように、これは素晴らしい組織なんで、防災庁、だからその職務をですね、もっと大きなものと、それから広域的なものと、それからもう一つは先に言ったようなトリアージができるような基軸になっていくもの、まあ、そういうものに発展させていったらどうかっていう、そういう発想の中で日本版のフィーマをその中央に作っていくということをやったらどうかっていうのは私の提案なんです。だからその答弁もう一回ちょっと直してですね、で 大臣なり の答弁を次の回に、今っていうことじゃなくて、一遍真剣にそれを検証してみていただきたいというふうに思います。だから最後に確認をしておきたいんですが、南海トラフなんですけども、これ、東南海あるいは南海あるいは東海ですね、これ3つを1つ、だから法律としては2つですか、を1つにしていきますよと。で、まあ、統合した形で南海トラフは対応していきますと、私大臣時代に、そのようにですね、意思表示をしているんですけれども、その前提で今準備をしていただいているのかどうかということを、まあ、確認をしておきたいということ、それからもう一つはですね、防災人材なんですけれども、まあ、さっきお話が出たように、まあ、予算化をしていただいて、で具体的に今走り始めているということなんですが、今日もご指摘前にあったように、これ一つの資格のようなものにこう高めていってですね、で、まあ、その資格を前提にして、
地方自治体で、そのポジションをつけるときにですね、これを生かしていくというぐらいまで踏み込んで、まあ制度化をしていくということ、ここまで言って本物なんだろうというふうに思うんです。それには、まあ、ある程度、法制化も必要かなという気もしておりまして、まあ、その辺の構想についてもこれ人を育てるということ、これはもう基本中の基本だと思いますので、答弁をいただければと思います。亀岡内閣副大臣、はい、今ですね、中院あの政務官です。あ、大臣政務官、はい、ありがとうございます。お話がありましたように、私もですね、被災地を体験しまして、いろいろ思うことがあります。また先ほど無体委の質問にもありましたようにですね、人材というのはものすごい大事であることは間違いありませんし、中川先生が頑張っていただいて予算をつけていただいたですね、本年度予算の中でもですね、国と地方の防災を担う人材育成のための1億3000万円がありますけれども、これ具体的に1年間研修機関とする都道府県指定 公共機関の職員をですね、約20名、それからその方々を3ヶ月間研修機関とする市町村の職員、その他に約40名、合計60人に対して災害対策全般に関する地方の防災エキスパートを育成するための研修を実施いましております。内閣防災担当の業務に従事するいわゆる OJT を中心としつつ、災害の予防から応急対策、復旧、復興等にかかる講座、演習とも合わせて行うものとしておりまして、いずれですね、多分、今、委員の言われるようにですね、きちんとした資格のもとにですね、その人たちが指揮系統をしっかりと取れる、例えばどの市町村においても何か災害が起きたときにはきちんとですね、対応ができる人材育成というのは、先生のおかげで今しっかりと育成が始まっておりますので、いずれ資格まで踏み込めると思いますので、これしっかりやらせていただきます。持ち時間が来ておりますので簡潔にお願いします。今の質問はあれですか、東南海トラフと東海沖の一体化すべきかって、そういう話。東南海トラフについてはですね、今、議員立法として国会に提出をするかどうか、与党において検討されておられます。まあ、我々それを見守っていきたいというふうに、思います。実際にそういったですね、取り組みが、東南海トラフの地震がですね、法律出れば、事実上東海地震とか東南海南海地震に一体的に対応することが、結果としてその立法ができればですね、対応できることになると思いますので、今その、法的枠組みが、ピシッと整理されるで、国会に早く提出をされるということを我々としては、政府としては、期待をいたしておりますし、お待ちしております。まあ、こういう、ことしか今言えないと思いますので、これはあくまでも議員立法ということで、考えておられますので、それでということです。中川君。時間超過してしまいましたけども、これ政府で取り組むべきですよ。ここはということをご指摘をさせていただいて、終わります。ありがとうございました。